さあお次はエッグのドライバー。エッグドライバー。いや新しいのが続々出ますね。これは一体どういう？これはですね、まあ、同じように見えるんですけれども、ここにこうちょっと違うのがありまして、インパクトって書いてるのと書いてないのがあります。はいはいはい、でインパクトって書いてるのは短め、ちょっと短め。で最近あんまりこう短めのドライバーってないので、あんまり長くなくていいんだけどっていう方にはこのインパクトがおすすめで、でこちらがまあ普通の長さですね。でこれの最大の特徴、まあ5500、まあ、あのさっきも感染モーメントみたいなの聞きましたけど、まあ感染モーメントがこれも高いです。それとともに、それとあと別に重心角というこの角度ですね。角度が、このエッグは37度という数字を、この角度ですね。で重心角っていうのは通常は37度っていうのはなくて、平均的にはもう24度ぐらいなんで、大体これぐらいですかね、こういう感じなんですけれども、これがこうなってくると捕まりやすい、自然とヘッドが戻ってきやすいというような指標なんですけれども、37度って今まで聞いたこともなくて、今までで33とかってわーってなったのが、これ37なので、これは捕まるんじゃないかなっていうのが一つですね。あとはこうやって、見てもらうとですね、これもちょっとグースが入ってますね。振り遅れないような感じになってますので、まあ、この辺をちょっと体感していただきたいなと思います。はい、なるほど。じゃあ、すごい捕まりやすいってことは、捕まる癖がある人にとっては、扱いづらくなっちゃうんですね。かもしれませんけど、意外とそこら辺がうまくできているのが、このクラブだ。そこそこっていう。その場合はそこそこで。なるほど。じゃあ、打ってみましょう。打ってみましょう。置いた時にすんなり構えやすいですね。ちょっとアップラインっぽくないので、なんか本当に完全にさっきまでの2本よりは、そうですね、座ってる感じがする。じゃあ打ってみます。はい。おー、やっぱ音もちげえな、ドライバーによって。気がいい、普通に打ってます。あ、そうは、ドライバーのグレーが普段使ってるあのピンのドライバーがフェードしやすいんですか。あれはフェードです。もう完全フェードしてます。そうなんですね。僕、チーピン持ちですか。ああ、そういうことなんだ。じゃあフェードいきます。はい。完全こうですかね。これはいいんじゃないですか。シャフトがちょっと柔らかいのがあるかもしれないですけど、いやいい、フェードといいですね。ああ、いいフェード。あ、これですね、これ。ナイスです。いいと思います。いいと思います。これ多分合うと思います、レッド。本当ですか。ちょっとやってみましょうよ。はい。これは構いやすいです。シンプルドライバーあるんですよね。うん、これで270間違いない。絶対270間違いない。250取ればすごい。ああ、うん、うん、嫌いじゃない。で、いいですよね、構いやすくて。さあ、どんな感じかな。1球目あれシャフト柔らかいですよね。柔らかいです。SR です。ですよね。ヘッドスピードちょっと抑えた方がいいかな。あれですね。うん。柔らかい。でも捕まってる球です。柔らかいんだ。うん。
うん、これいいんじゃないですか。こんな感じじゃないですね。うん、その感じですね。ああでもいいフェード、センター戻してる。うんうん、はい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 、いいですね、いいですね。ヘッドスピード42の感じの捕まりますよね、やっぱね。そうですね、うん。ちょっとあれかな、ちょっとあれかな、ちょっとねじれがね、うん、なるほど。ちょっとシャフトがちょっと柔らかいですね。柔らかい、柔らかい。全然。じゃあこっち行きましょう。はい。こっちが短い。短い。インパクト。インパクト。はい。短いドライバー。はい。差はこれぐらいですね。なるほど。ボール1個分あるかないかぐらいですね。そうですね。そして 44.25 で長い方、こっちが 45.25 で1日違います。はいはいはい。うんうん、さっきより1日に近い。うん、これ悪いけど、おお、いい感じだけど。そうですね、うんうん、まあ、当たり前ですけど、短くなったら、はい、距離は短く飛ばない、距離はやっぱり飛ばないはずですね。そうですね、まあ、方向性は良くなるってことですよね。そうですね、うんうん、平均距離はもしかしたら上がる人もいるかもしれない。はいはいはい。これはさ、どうだ？まあいい感じですね。おお。球的にはいいですね。これぐらいちょっと丁寧に打てば。はいはい。まっすぐ飛ぶのかな。シャフトですね。じゃあ僕打ってみます。はい。はい、違いますね。もうね。短いんですよ。短い。うん。あ、短い。だ僕の印象的には、はい、なんか長さあれですけど、はい、タイプリストの TS1 の振りやすさ感がありました。なるほど。はい、なるほど。しかもなんかグリップ普通にですよ。そうだね。ちょっとあの。感じましたでしょ。全然わかんなかった。グリップが太いみたいです。めっちゃ太かったです今。これ。結構多分エッグの特徴なんです。あ、そうなんですね。太い太にしてて軽いんですけど、はいはい、グリップ自体は。はい、それでバランス出してるんですね。そうですね。バランスを出してます。多分僕基本三巻きしてるんですよ。うん、あ、ちょうどいいかもしれない。はい。うん、多分すごいしっかりしっかりしてる。右手は細いんですけど、そうですね、左がしっかり、しっかり握れます。これは、握った瞬間もすごい。いやぁ、何でも使いこなせちゃうな。取りやすい分、ドローンじゃない。でも十分飛距離が出てますね。ドローンになりやすい。ドローンになりやすい。うん、触れない人とか、こういう短いので、感覚を作ってもいいと思います。うん、逆に言えば、これはバンバン触れる。素晴らしい。バンバン触れる。バンバン触れる。関係ないですよね。いやー、素晴らしい。いいっすね。じゃあフェードで。これどうでしょう。めっちゃ良かったっす。これどうでしょう。いいフェード。いや完璧っすね。はいはいはい、これですよ。このもう全部いいからどうしたらいいですか。あの、なんでも、うん、でも、あのなんか手が、あ、手が長い人とかこういうやつがいいかもしれない。短めの。そうで、手にちっちゃい人はやっぱりこっちの方。あ、そうだ。こっちの方、まだこっちの方が握りやすい。こっち結構かなり太いですよ。太い。太い。え、分かんない。全然分からなかったですね。でもこれ一緒ですよね。多分結構こっちの方がまだ太いです。多分。太いんだ。うん、プロ何でもいいですね。あ、そうですね。店長困っちゃいますよね。でもやっぱりいいですね。あれ、いいですね。でも僕何でもよ、なんかいい感じ、全部が。いや、もう何使ってもいいんじゃないですか。そういうことになっちゃうんですよね。そうですね。
今のところ僕の感触としてはインプレスが打感がいい。インプレス打感がいい。あの、なんですかね。あと懐かしい。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 で、次にいいのがこっちのプロギア。プロギア？あ、エッグ。エッグ。はい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 。エッグ。これは打感がいい。の短くない。短くない。短くない。で、ちょっと金属音で気持ちいい感じだったら僕は。あの JGR 今のところ、はい、飛んでる感じはなんか JGR の方が飛んでる感じはある。うん、だそうです視聴者さん。わかりますかこの感覚。まあ僕の感覚です。いやいや、それは素晴らしいです。はい、イエローとかブルーとか影みたいに、はい、ちょっと素人の意見ばっかりじゃなくて、はい、こういう回もいいかな。そうなんです。これ求めてた。はい、これで今1,2,3,4,5本打ったんですね。はい、そうですね。ドライバーは以上ですか。あと1本なんですね。じゃあ行きましょう。行きましょう、はい。はい。本間、本間。XP1 なんですか。ツアーワールド。ツアーワールド。もう。軽く振ってその感じだったらいいんじゃないの？うん。もう言うことないっすね、店長。素晴らしいっすね。